クトが始まってから約2年数ヶ月が経ちました。で、まあ、今日オープンするという感じです。今回このお店を、まあ、東京で、まあ、日本で東京で作るということと、そのナイキのそのカルチャーをどうミックスしていくかということについては、まあ、随分と悩みまして、スポーツのカルチャーとファッションのカルチャーが融合したりとか、東京っていうのはすごくその、意識が高い街だと思うんですね。そのストリートとの関係性だったりとか、あとやはりこの商品のボリューム感であったりとか、あとあのいい意味でのカオス感、そういうものを東京の思いとそのナイキのコンシューマーエクスペリエンスという体験型のお店をどうミックスさせるかということについて、まあ真剣になりまして、こんないろんなコンテンツが組み合わされた、まあ、ある種の東京の街みたいな空間になったんじゃないかな。このお店の印象ですね、僕なりにどう感じるかっていうことをちょっと思ってるんですが、全体がプレイグラウンドの一つのこう遊戯というか、あのおもちゃというか、だからそれを体験して遊んでいくという、なんかあのお店じゃなくてあくまでも場所というか出会いの場所であったりとか、そういうなんかこうみんながこうワクワクして子供に帰るような、場所とか時間、そういう表現をしたいかなと思います。